アルカリ水で倦怠感予防とダイエット。毎日水を飲むことは体のためになります。私たちの体の大部分は水でできているというだけでなく、各内臓が正しく機能するには水が欠かせないのです。体に水分を補給し、様々な病気を予防するには、1日あたり6ナミダッシュ8杯飲むことが推奨されています。しかし、時には水だけでは十分でない場合もあります。体のpH値を整えるアルカリが少し必要なのです。体のpH値を整えると宣伝した商品が市場に出回っていますが、実はわざわざ買わなくても自宅で簡単に作れるのです。しかも自宅で作るとオーガニックなど素材にもこだわることができますよね。このアルカリ水は体の酸性度を下げてくれるだけでなく、体が必要とする栄養も摂ることができます。それではアルカリ水について詳しく見ていきましょう。アルカリ水を飲むべき理由。自宅でアルカリ水を作る方法をお話しする前に、まずはなぜアルカリ水が体に良いのか、なぜ週に数回飲むべきなのかについて見ていきましょう。はじめに体のpHは0ナミダッシュ14という値で測ることができます。値が7であると中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性ということです。体を健康に保つには、pH 値は 7.35 を波ダッシュ 7.45 の間でなくてはいけません。問題は、現代社会における私たちの食生活はどんどん酸性寄りになってきていることです。そして、体のpH値を変えてしまう食品を非常に多く食べていることに多くの人は気がついていないのです。その結果、内臓は本来通り機能しようとし、様々な問題が現れます。体内に毒素が増えると内臓の状態が悪くなり、深刻な病気が現れるのです。事実、酸性になると細胞が破壊されてしまうことがあります。そして、さらにひどい場合には、癌細胞へと刺激してしまうこともあるのです。そのため、毎日、少なくともアルカリ水を一杯飲むことが健康を促進することへとつながるのです。アルカリ水は、酸性老廃物を排出を促し、血液のpHバランスを整えて、細胞に酸素を行き渡らせます。定期的にアルカリ水を飲むことで体に水分が補給され、倦怠感を取り除く効果があります。また、老化防止に効果があるなど体の内外に働きかけます。アルカリ水の作り方。アルカリ水はヒマラヤンピンクソルトとレモン蒸留水でできています。ビタミン C、バイオフラボノイド、ペクチン、必須ミネラルを摂ることができ、粘液系、消化系、心臓を保護する効果があります。また、リモネンやアルファ、ツジョンといったオイルを含んでおり、その抗酸化作用がフリーラジカルから受ける影響を抑えてくれます。アルカリ水を適量飲むことにより健康的に体重が減り、体内の余分な水分が排出されます。頭痛を和らげる効果もあります。さらに身体的、精神的なエネルギーを高め、ストレスやイライラを緩和してくれるのです。作り方は大変簡単ですし、材料も健康食料品店などで簡単に手に入るでしょう。
材料。オーガニックのレモン1個、ヒマラヤンピンクソルト小さじ1、蒸留水2リットル。作り方。水とアップルサイダービネガーを使ってレモンをきれいに洗いましょう。洗ったレモンを輪切りにし、蒸留水2を入れたピッチャーに入れます。ヒマラヤンピンクソルト小さじ1杯を加え、シリコン製のヘラでよく混ぜます。室温で一晩を置きましょう。翌朝、朝食を食べる30分前にコップ1ナミダッシュ2杯分飲みましょう。覚えておきましょう。びっくり。アルカリ水は高血圧の方にはおすすめできません。飲む回数は1日3回を上限とし、それ以上は飲まないようにしましょう。良い結果を出すには、通常の水を1日6杯飲み、抗酸化作用の豊富な食品を含むバランスの良い食事をとること、エクササイズをすることが大切です。また、体に害のあるファストフードや缶詰食品などの消費を控えましょう。